その紹介してくれた女性、坂本ちゃん仲良くなりなって言ってくれたんですけど、その女性のことを山内さんは好きだったんですね。で、僕にはその子と連絡を取り合えって言ってるのに、その女の子に坂本とは連絡を取るな、そういう風に言ってたんですよね。一緒ですね。ね、一緒じゃないですか。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。山内が自分の好きな女性が坂本のこと好きって言ったから、はい、手前はお前に紹介してやるって言ったのに、はい、裏ではこそこそ坂本と連絡取るなって言ってたのか。そうですよ。そんなわけねえだろ。どうなんですか。そんな先輩だから、こんな後輩が育つんですよ。言ってやれ山内。どっちや。こんな格好悪い話ねえよ。どうなんですか。新地の子やな。やばー。